笠木町は、京都府の南部に位置し、相良郡に属する町。笠木町中心部人口は、2021年2月1日現在1,128人となっており、京都府で最も少ない自治体である。若狭木の羽ばたく町、美しい自然と史跡に恵まれた、心触れ合う町を、町の標語に掲げている。木川と山、笠木町、東は、南山村、西は、 木津川市、北は、和塚町、南は、奈良市に接する。全面積の8割が山林が占められる。町の中央を木津川が流れ、南側から布目川、叩き川が注ぎ、北からは、横川、沿岸に高地が開ける。また、木津川市かも地区東部に、飛び地が点在する。山地下線平成22年国勢調査より前回。 調査からの人口増減を見ると13.33%減の1626人であり増減率は不可26市町村36行政区域中ともに再開2014年に出生数0人を記録するなど過疎化が進行しているまた日本の町の中では福島第一原子力発電所事故の影響を受けている町を除くと 山梨県南駒郡早川町に次いで2番目に人口が少ない。2019年2月には京都府内の自治体で初めて高齢化率が50%を超える限界自治体となった。笠木さんの戦いを再現した人形町町郵便番号は619-1303。放送局電信市街局番は0743となっている。 奈良市の大部分を占める市外局番0742のエリアへの通話は市外局番からダイヤルが必要だが市内料金である。また、生駒市、天理市、山和郡山市など南山城村を除く市外局番0743エリアへの通話は隣接していないが市外局番を省略かつ市内料金にて通話可能である。教育委員会は町独自ではなく 佐良郡内の和塚町、南山城村と共に設置した佐良東部、広域連合教育委員会。笠木駅笠木駅周辺笠木大橋路線バス都市間、バス国道府県道笠木寺、天照御門神社木津川のボルダリング、風景布目川大ツ笠木温泉南区、御神四巡航笠木町遊びカヌー発祥の地。ありがとうございます。